この4人で即興ソングを今から作られるんですか？はい、今からですね。僕はあのズマ君はあの一度作ってもらったことありますけど、うん、本当もうその場で言った言葉だけで作っていくけど、4人でもそれってできるんですか？ちょっとチームワークで。そうですね、チームワークで、まあこんだけ才能のある人が集まったらなんとかなるんじゃないかっていう、まだ全く分かんないですけど。え、今日一発本番でその、あ、まあもう一発です、ね、何にも合わせてないってことですか？ベースも作ってない？あ、何もないです、はい。普段別に4人でやってるわけではないですもんね、皆さんもね。そうよね、全然やってるんで、はい、今日たまたま一緒。どうなるんでしょうか、はい。さあ歌を作っていただきたいと思いますが、まずはこちらをご覧ください。はい、先ほどまで出てたいろいろな、まあ、うんうん、ワードですね、トレンドキーワードでございますが、はい、この中からですね4つのキーワードが入った歌を今から即興で作っていただきたいと思います。なるほど。その4つをですね、もう本当に今からゲストの皆さんに選んでいただいて、うん、何が選ばれるか分かんない中で曲を作っていただくということでございます。じゃあ、ゆきぽよ1つ選んでください。お、ゆきぽよ、この中から1つ。いいですか？いいですよ。じゃあ、じゃあローソン。ローソンね、うん、はい。大場さん一つお願いします。鬼滅の刃。鬼滅の刃。いや、松丸さん。じゃあプロテインで。プロテイン。プロテインで田村さん。じゃあ2回見に行ったんでジョーカー。おー、ジョーカー、はい。わあ、もう今選んだキーワードで歌が作れるの？もうほんとバラバラのね。もう一回、もう一回整理しましょうか。ローソン、はい、鬼滅の刃、鬼滅の刃と、え、プロテイン、そしてジョーカー。これです。これ頭整理してください、はい。あ、分かりやすい、あの、はい、いや、これで作れるんですか？ローソン、鬼滅の刃、プロテイン、ジョーカー。ローソン、鬼滅の刃、プロテイン、ジョーカー。ここにバラバラですか？ケツ、いや、漬物石の芯も入れてもらえれば。強いやつ、変なやつ。漬物石。歌うな、歌うな。いいです。この4つでお願いします。なるほど。これ見ながらの方がいいですよね。じゃあできれば。そうですよね。それでは曲の準備をお願いします。いけますか？曲の準備もクソもどんなのにする？どうしましょう。いや、もうとりあえずやってみれば。とりあえずやってみます？そんな感じ。とりあえず僕らが音楽ちょっと作るんで、それにちょっと乗せていただければ。ピアノから行ってみようか。そうですね。いや。この4つっぽいやつね。タイトルどうしますか？4つっぽいやつっていけんの？タイトル？あまりにも関連性がなくて、曲なんでなんかつけないと。まあでもツイッタートレンド大賞っていうね、あの番組なんで入れていただきたいですけどね。あら、さらに曲いけますか？タイトルはもう支離滅裂ですよ。支離滅裂になるんですか？まあ今のところそうっすね。何の脈絡もない。まあね、脈絡はないですから、はい。もうどうぞって言ってもう いけます？とりあえずピアノだけ聴いていいですか？はい、はい、じゃあ「支離滅裂2019」にしましょう。「支離滅裂2019」というタイトル。はい、じゃあまずピアノ聴きますか。お願いします。じゃあビートが入ってくるとどんな感じかな。もう OK です。さあそれでは参りましょう。おずま様、新平田様、達也様、ゆうた様が2019のトレンドを盛り込んで即興で作っていただきます。どうぞ。まずは準備体操、会場中の空気もしっかりと合わせていかないとな。屈伸した後トレーニングして飲むプロテイン、俺の武器はフロートイン、それだけでこの場所の全員。いや、できないことなんてきっとないんだ。これは不滅の刃ばりに集中、今は本番中だから、どんなハプニングだって乗りこなす。たった4つのお題ぐらい、どんなの余裕でクリアできるってこと見せる存在、それが新ペタエンズマユユータエンタツヤ。こっからは素敵なハーモニーメロディ、ズマ歌ってやんな。
時誰が引くトランプ、俺たちが引いたカード、ワードのカードはジョーカー、そんなはずがない。会場の調子はどうだ、ハンカチョーカー、それを決めるハンカチを噛むような結果にはならない。俺はのんびり農村にあるローソンに買い物に行くぐらいの気分、ノリノリだぜこんなの軽々。ローソンで買うのはチキン、ビビってないってことみんなに証明してる。いや、たった4つのお題、他にもいろいろある。 Twitter トレンドアワードと俺たちとかけて、アツシさんと僕どちらも両思いだぜ。おまけをつける、 Yo, 俺たちが届けるのはキムチじゃなくて気持ち、その樽の上にしっかり乗せる重し、それはもちろん漬物石、yeah! ユリアにピース、これが即興であることの証明。楽しんでますか、yeah! 楽しんでんなら上げな両手。2019ありがとうって言えばいいの、2019ありがとう、2019ありがとう、2019ありがとう、ここから始まるのさ。まだやる、まだやる、僕らのまだ見たことのないトレンド、今日までを踏まえて今度は僕作ってゆくのさ。最後の一言足していいですか、これが俺たちの神対応、ガンガン待ってる闇営業、ピースや。すげえ、4つどころじゃない、4つどころじゃない、4つ、3分じゃ足りないですね、もっとないと。なるほどね、はい、もでも逆に増えたら大変じゃんと思ったけど、はい、全部クリアしていくし、はい、そのクリアの仕方がかっこいいし、はい、あの両思いのところちょっともう泣きそうになっちゃったし、はい、それは考えてました、言ってやろうと思って。でも漬物石のシーン入れてくれたし、はい、どうユリアン、漬物石のシーン、それが本当に嬉しい。下手くそだな。なんでチャレンジしようと思ったんだよ。プロ相手に。いやすごい、ツイッター上もすごい盛り上がってます。やっぱ即興という名の天才。いやでも演奏もよく歌に合わせられるよね。いや改めてこちらの4人に大きな拍手を。いやすごかった、ありがとうございました。虹色侍、妻様、皆さん、また来年もよろしくお願いします。ユウト様、ありがとうございました。もう即興すごすぎ、感動したとか、新平太さんのフリースタイルかっこいいとか、やっぱこれはちょっとすごかったですね。いやだって合わせてないんだよ。いや本当にそうなんですよ。ね、普段別に一緒にやってる方たちでもないのに、あのフロントの2人のやり合いも好きだけどね。まだ歌うの？俺行くの？ちょっとありましたね、その感じ。あれがいいよね。本当生っぽかったですね。いやかっこよかった。